皆さん、ごきげんよう、ゆりぺです。はい、ということで、今回は、はい、じゃじゃじゃん、新作冬物を1万3000円分購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。それでは、スタート!グレイルで1万3000円分5点購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。その中の5点のうち2点はコートになっておりますので、よかったらチェックしてくださると嬉しいです。1点目はこちら、じゃじゃじゃーん。ワンピースでございます。こちらはファーラメツイードミニケミワンピース。カラーはブラック、サイズは M サイズ。2499円でございました。こんな感じのツイードのミニワンピースになっております。はい、でこの下の方にねファーがついていて、肩のところが紐でリボンで結べるようになっている。だから非常にねクリスマスらしいお洋服になっております。グレーみたいな白みたいな色もあったんだけど、黒の方がお上品で非常に好みだったので黒を購入しました。こういうのを S サイズで買うと胸周りが苦しかったり、ちょっとパツンパツンに見えちゃうことが多いので、M サイズを購入しました。多分そんなに窮屈には見えないはずです。はい、こんな感じ。あ、かわいい。なんか気持ちとしては、もうちょっとここがキュッとなっててもいい気がするんだけど、ベルトをつけてもいいかもな。これ、スカートについてきたベルトなんですけど、同じ生地だから。あ、なんかベルトつけたらかわいいわ。やっぱウエストがちょっとキュッとしてた方がいいですね。同じようなツイードのジャケットとかと合わせて、なんかセットアップみたいなにしても可愛いなと思いました。これは可愛いですね。次、こちらで、じゃじゃじゃーん。こちらはインパン裏地付き、ファー切り替えミニスカート、カラーはブラック、サイズは M、2099円でございました。はい。結構ミニじゃね?ショートパンツかっていうぐらいミニなんだけど、パンツがね、中についてるから、ショートパンツみたいな扱いでいいと思うんだけど、結構ミニな気がするな。このファーの感じめちゃくちゃ好きです。この柔らかいファーの感じめちゃくちゃ好きです。ポッケはフェイクになっていて、後ろがね、ちょっとゴムになって、ジッパーがついております。後ろがね、やっぱゴムだから、これめちゃくちゃいいですね。忘年会とかでいっぱい食べても大丈夫。ただ、結構細身。結構細身です。M サイズ買ったんだけど、結構細身だね。結構ミニスカートだし、結構細身な気がします。なんかグレールの服って、割とこう、日本人の女の子の標準系っていう印象があって、109ブランドみたいなギャル服とかを探すとさ、なんか基準が細い。ここの基準が細い服って結構あると思うんだけど、グレールは割となんだろうな、現実的な基準な気がするんだけど、これはなんかギャル服とか、の売ってるとこで見る細さ伝わる?インパン付きとはいえ、なんか、お尻ここだけどみたいな。すげえな。超ミニな気がする。いや、デザインがめっちゃ可愛い。ここのラインがめちゃくちゃ可愛い。え、座れない?え、大丈夫これ。いやでもすんごい好きなんだけどな。足がもうちょっとこう、これは選ばれし服だわ。もう、あとは、高い靴を履けばだいぶマシ、足がキュッと見える気がする。はい、ということで2点目はこちらのスカートでございました。はい、次3点目、こちらです。こちらはインパン裏地ベルト付きミニプリーツスカート、カラーはブラック、サイズは M、 1899円でございました。はい、私ってさ本当にさ、なんかなんでこうやってさ同じような服買っちゃうんだろうね。ツイードです。こちらもツイードです。なんなら多分生地一緒だよ。さっきのワンピースと、なんなら多分生地一緒。いやー、これ病気ですね。やっぱ骨格ストレートは、あんまりね、タイトが似合わない。タイトスカート好きなんだけど、なんかムチって見えちゃうのがすごい気になっちゃって、こう、なんていうかね、そう、苦手なんですよ。で、やっぱりこういうプリーツ系はすごく履きやすい。なんか太って見えない。ムチムチして見えないので、どうしてもやっぱ欲しくなっちゃうんですね。これすごくしっかりして生地で、すごく高級感があります。ベルトつけるとこんな感じです。あ、かわいい。これは革ですわ。これは革。確実にかわいい。ほんと好きだね。私こういう服ね。こうハイウエストになってて、足長く見える。めっちゃ足が長く見えます。素晴らしいね。骨格ストレートさんはこれね、マジでスタイルよく見えるよ。そう、めっちゃ可愛いな。
あ、これ可愛いですね。これは大優勝。買ってよかった。多分いっぱい着られるね。いっぱい履くと思います。次、皆様お待たせいたしました。コートのターンでございます。ビルト付きファーステンカラーコート。カラーはブラック。サイズはフリー。2999円でございました。はい。ということで、ショート丈のコートでございます。これ2999円ってやばくない？ちょっとバグよ。ちょっとバグです。で、前回ね、ケープっぽい感じのショートのコートを買ったんですけど、もう一個ぐらい欲しいです。欲しいんですと思い、こちらを購入しました。あんまり私ショートのコートって着ないんですよ、今まで。ただ、スカートとかと合わせた時に、ショートでね、着るのは可愛いんじゃないかと思いまして、購入した次第でございまして、これね、白があったの。で、いつもの私なら白を買うんですよ。そうなんです。ただ、今までね、やっぱ白いコートいっぱい買ってきた。いっぱい買ってきたの。私のチョイス的にはいつも白をチョイスするの。それぐらい、やっぱ、白を選びがちなんだけど、今回はちょっと大人っぽく黒いコートをチョイスさせていただきました。この首周りのパーも取り外しができるから、こうシンプルな感じにもできるし、こう袖のね、ところにもパーがついてて、この袖のところはね、取り外しができないんですけど、かわいい。こういうコートって結構ズドンってして見えちゃうと思うんだけど、ベルトで縛ることによって、ちょっとね、細見えするんじゃないかと。ブーツとか合わせてきたら、めちゃくちゃかわいいし、シルエットがとにかくかわいいです。リボンね、しないとこんな感じ。でもリボンした方がね、かわいいと思います。なんか魔法使いみたいな感じですね。これちょっとこう、ハリポタ活したいな、これで。あ、これ、色違い欲しいな。やっぱ白が欲しいんだろう。でも黒めちゃくちゃいいわ。かっこいい。いやでもこれがね、やっぱ2999円ね、バグなんですよ。これがまずコート一つ目です。いや、これはいいね。買ってよかった。次。こちら、じゃじゃーん。こちらは、ベルト付きファーダウンコート、カラーはアイボリー、サイズは S サイズ、4999円でございました。皆様、ラストはこちらです。ダウンコートでございます。こちらね、私人生初めてのダウンコートチャレンジでございます。いや、あんまりダウンコートっていうものを着せられたこともなければ、結構こう、カッチリとしたコートを、こう、今までね、人生の中で着せられてきたのよ。プラス、丸顔、すごく丸顔でしょ？丸顔で、骨格ストレート。こういう人が、ダウンコート着た日に、どうなると思いますか？そうなんです。ベイマックスになるんですよ。マシュマロマンか、ベイマックスなんですよ。チャレンジもちょっと怖くてできなかったっていうのもあるんだけど、こちらね、まずね、ここの、ファーがついていて、結構ファーがついていて、なんかめちゃくちゃアユじゃんって思ったの、私これを見た時に。なんかこう懐かしい気持ちになるコートなんですよ。これ、パツンパツン感ある、どうですか？この、お味わかんないし、こういうの判断つかない。パツンパツンかな？なんか、パツンパツンかもしれないな。あれ？あ、でも、どうなんだろう？なんか、どうなんだろう？わかんない。今鏡で必死に見てるけど、わからん。あ、これ被った方がかわいいな。これ被って、着たらいいね。まあ、窮屈感はないけど、どうだろう、わからん。こんな感じです。想像してたように、ダウンっぽさがないです。正しい？大丈夫かな？変じゃない？変じゃないかな？変じゃないかな？大丈夫かな？だいぶいけるんじゃないかと。いい感じになるんじゃないかと。あ、やば、ギャルじゃん。めっちゃギャル。めっちゃ可愛い。昔のギャルじゃん。これはギャルだよ。あげー。ちょっとね、今年はこれでチャレンジしようと思います。以上、グレイル購入品5点でございました。コート2点買って1万3000円はやばいですよ。本当にすごいなぁと思うばかりなんですけど、結構今回買った商品が予約品が多くて、動画を見て欲しいと思った商品があったら、即ね、落ちるといいと思います。ちょっとね、グレイルのコート、私、いくつか、新作で3点で、去年買ったやつで今年も出てる商品とかも、お家にあるので、ちょっとね、コートの紹介動画とかも出せたらいいなと思ってますので、グレイルのお洋服紹介行ってくださると嬉しいです。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画に撮れたらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。